高岳駅は愛知県名古屋市東区東桜2丁目にある名古屋市営地下鉄桜通線の駅である。駅番号は S06。駅名の高岳は住居表示実施前の旧町名である高岳町に由来する。高岳町はかつては高岳町とも呼ばれており、これは尾張徳川家由来の寺院であり2013年時点で、 現存する高岳院からその名を取っている。かつての高岳町の中心は、現在国道41号起点交点である高額交差点となっている。ホーム島式ホーム1面2線を有する地下駅で、稼働式ホーム柵が設置されている。ホームは20メートル車8両編成まで対応している。平安通り駅から当駅まで、名古屋市へ地下鉄神見田線を延長し、 その接続駅となる予定だったが、計画は中止されている。上部に共同校がある関係で、ホームの幅が非常に広いのが特徴。このホームの幅は18.9メートルあり、隣の久屋台通駅とともに、名古屋市営地下鉄の駅の中では最も幅が広い。当駅は、桜通線駅、勤とむ今池管区駅が管轄している。 2019年度の1日平均乗車人員は9387人であった。桜通先端独駅では、桜山、徳重に次いで3番目。当駅の真上は、桜通である。当駅から見て、北側に位置する地域は、東区線、南側に位置する地域が、東区東桜となる。当駅は、名古屋市の都心部に位置し、徒歩圏内に、 複数の地下鉄駅が存在する。また、桜2と交差する道路は、空港線の通称があり、高岳交差点より、北が国道41号として、同交差点を起点とし、それより、南は空港線になる。空港線を南に400メートルほど進むと、歓楽街の東新町に行ける。東新町付近には、 地下鉄東山線が並行しているが駅が設置されていないため、当駅が最寄りとなる場所も少なくない。反対に空港線を北へ500メートルほど進むと、外堀通りと交差する東片橋に出る。1971年までは空港線上を名古屋市電高竹線が通っており、東片橋は交通の要衝になっていた。 当駅周辺にも電停が設置されており、高岳町という名称であった。最寄り停留所は高岳である。以下の路線が乗り入れ、名古屋市交通局により運行されている。ありがとうございます。